奈良コミのタカです。ついに来ました、2021年度下半期激うまグルメベスト3発表。はい、ということでね、以前もね、2021年の1月から6月までのね、上半期激うまグルメランキングっていうのをね、こちらのね、動画の方でね、まあ、コミと一緒にね、発表させていただいたんですけども、今回はそちらの下半期バージョンで、7月から12月までの激うまグルメ、もう一回足運びたいなと思ったグルメをね、お店紹介させていただければなと思います。でね、このね、下半期なんですけども、コミがね、まあ、冬眠期間に入ったということでね、まあ、ほぼほぼ僕一人でね、いろんなお店にお伺いしてたということもあったので、今回はね、僕一人のね、ランキングをね、発表させていただければなと思います。で、今回ね、発表する、まあ、基準みたいな部分をお話しさせていただくと、もちろんね、グルメとしてうまいっていうのももちろんなんですけども、また足運びたいなーって感じた部分が強いお店をベスト3で発表させていただきます。めちゃくちゃ悩んだ結果なんですね。これはね、あくまでも僕の個人の感想なんで、まあ、その辺はね、参考程度にね、捉えていただければなと思います。またね、以前の上半期の動画もね、一緒に見ていただけたらね、よりね、奈良コミの2021年という部分をね、知っていただけるのかなと思いますのでね、まだ見たことないような方はそちらも見てください。それでは2021年下半期、奈良コミがまた行きたいと思ったお店ベスト3!第3位は、手打ちうどんプレイのうさんでーす!イエーイ!来ましたー!いやー、ブレーロンさんをね、選ばせていただきましたけども、正直いろいろ迷いました。迷った結果、やっぱりこのお店やってところでね、選ばせていただいたんですけど、まあ、まずこちらの店ね、奈良県桜井市にあるお店で、正直ね、こちらのお店ね、外観を見る感じね、すごいこじんまりとしててね、ツタとかも生えてて、入りにくいお店です。でもね、勇気を出して入ってみるとね、まあ、テーブル席と座敷席がね、あるんですけども、メニューもめっちゃ豊富で、親切な店員さんもいらっしゃって、外観とは全然違います。僕はね、冷やかけうどんを注文したんですけども、なんとお値段が350円という激安なんですよね。味がこれまた絶品で、うどんがまずもう見た目からめっちゃツルッとしてるんですけど、もちろん食べてもツルッとしてるんですね。で、噛んだ時のこのコシのあるね、うどん。めちゃくちゃ噛み応えがあって、このうどん奈良県で食べられるんやーってちょっと感動を覚えました。他にもね、まあ、いろんなメニューがあるんですけども、視聴者さん曰く、カマキリっていうね、まあ、釜揚げうどんであったりとか、ピリ辛醤油うどんとかもめちゃくちゃ美味しいということです。いやー気になるよね。とにかくね、メニューが豊富なので、どれを食べようかすごい迷いますし、何回も足運びたいなと思いました。で、またこじんまりとしてる部分もあって、秘密基地みたいな感じなので、ぜひね、友達とかにもね、自信持って紹介できるお店やなと思ったので、今回第3位にね、選ばせていただきました。注意点としましては、こちら営業時間はお昼だけなので、その点は注意してください。あと駐車場に関しましては、分かりにくいんですけど、お店の横にね、しっかりと駐車場ありますので、お車でね、お伺いする場合、全く問題ございません。てか逆にお車以外お伺いするの難しい場所にあります。ということで、次は第2位の発表をさせていただきます。2021年下半期、奈良コミがもう一度行きたいお店、ベスト2は、肉は住吉さん!うぃこちら奈良県橿原市のね、二の口のね、教習所の近くにあるお店なんですけども、まあ、もちろんお肉屋さんということでね、今いろんな部位のね、お肉がね、購入できたりとか、もう豊富なね、揚げ物がね、売ってたりとか、めちゃくちゃあるんですけども、その中でもおすすめしたいのが、とんかつでございます。はい。めっちゃうまいんですよ。まずこちら280円でね、まあ、リーズナブルかつめちゃくちゃボリューミーのあるとんかつで、僕はね、学生時代の時からこのとんかつをこよなく愛してるんですけど、今のところこの右に出るとんかつはございませんってぐらい自信ある商品です。お肉もジューシーなんですけども、なんといっても衣の味がすごい独特なんですよね。これはね、マジで食べてもらうと何の味かって言われたら結構伝えにくいんですよ。でもめちゃくちゃ美味しいんでね、ぜひ食べて皆さん確認してほしいなと思います。しかもね、お店でね、揚げる前のものをね、購入することもできますし、揚げてもらって購入することもできるっていう、そういった手も嬉しいですし、冷めてもね、美味しいので、ぜひ皆さんこちら
とんかつ買ってほしいです。ただとんかつ目当てでお店行ったとしても魅力あるものが多すぎていろんなものを買ってしまうことは間違いないと思います。でもその中でもとんかつは絶対に忘れずに買ってください。ほんまにおすすめです。実際に僕自身何回もリピートしてますし、皆様にねご紹介したいということでね、こちら第2位に選ばせていただきました。ということで第1位を発表する前に2021年度にアップした動画の中で一番皆様に見ていただけた動画をね発表させていただければと思います。特集系の動画はねいろんな、ね、方に見ていただけてるので、特集系の動画を省いたお店紹介の動画の中での1位を発表いたします。皆さん何だと思いますか？僕は正直こちらデータ見てみて、これなんやーってちょっと驚かされました。ということで2021年度一番見ていただいた動画は2021年11月22日にアップした奈良の新店情報、大阪で人気のあのお店がついに奈良県にもオープン、クリーム本舗さんです。うぇい。こちらの動画がね11月22日にアップしたばっかりなのに約1ヶ月ちょいで1位になるというね快挙、これはちょっと僕も驚かされました。でこちらね視聴回数が1076回です。ありがとうございますって気持ちと驚かされています。まあでも確かにねこのアップしたこれぐらいの時期からねこの奈良県はね結構ソフトクリーム専門店、特に夜にやってるアイスクリームみたいなお店がね急激にバンバンバンって増えた部分もあったので、スイーツの勢いってすごいなーって思わされましたね。で本当に皆さんたくさんのご視聴ありがとうございます。ということで本題に戻ります。2021年下半期奈良コミが激うまでもう一度行きたいと思ったお店、栄えある第1位は新地入船さんです。うぇー、やっぱりここよ。奈良県御所市にある数々の著名人が愛するお店で、お忍びでねいろんな方がねお伺いされています。こちらのお店ねメニューがねすごく豊富なんですけども、皆様が愛している商品がカレーうどんでございます。このカレーうどんマジで絶品で、まずね贅沢に天ぷらがねドーンと乗ってるんですけども、このカレーうどんのルーがね少しピリ辛かつトロッとしてて、うどんとの絡まりもよく上品かつコク深い味わいなんですよね。これがまた絶品でめちゃくちゃ美味しかったです。舌の肥えたね有名人の方々がね愛する理由がすげえわかるなと思いますね。お値段もねリーズナブルな価格で、定食にしてしまえばねすげえボリューミーなんで食べ応えもございます。こちらねお店には数々のサインが飾ってあったりとか、掘りごたつになってて冬だったら湯たんぽとかもねあるので、そういったサービス面もいいですし、店員さんの接客とかもねすごいね親しみやすくてね、もう一回行きたいなって思えるお店でした。またねカレーうどんだけじゃなくてチキンカツとか親子丼とかも絶品で、コミはねチキンカツ食べてたんですけどめちゃくちゃうまいって言ってましたね。 JR 御所駅から丸いてお伺いできる高立地な場所にございまして、お店の横には駐車場もございますのですごくお伺いしやすいお店かなと思います。めっちゃ美味しいカレーうどんもね今食べたいなと思いますし、他のメニューもねすごい食べたいなと思いましたので、またねお伺いしたいなってすごく感じるお店です。そういった味の部分もお店の雰囲気の部分も接客の部分もねもう全てにおいてね完璧でしたので、こちらの店1位に選ばせていただきました。ということでね、2021年下半期のランキングはね、このような形になりました。このお店の中で行ったことないよってお店ありましたら、もう今すぐにでも行ってほしいなって思います。それぐらいね、一押しのお店です。とは言っても、特にこの2021年の下半期に関しては、すげえディープなお店ばっか攻めてるね、時期でもありました。ですので、このランキング外のお店もね、すごい魅力なお店あります。ぜひね、過去の動画をね、振り返っていただきまして、足を運んでいただけたらなと思います。そしてね、今回ね、ランキング入ったお店もね、ランキング入らなかったお店も、皆様の視聴者様からのお声を参考にね、お伺いさせていただいてるお店がめちゃくちゃ多いです。ぜひね、2022年もね、皆様のお声をもとに旅できたらなと思ってますので、今後とも奈良コミをよろしくお願いいたします。ということで、こちらの動画が面白いと思った方は、チャンネル登録、高評価、ベルマークの方、ポチッとお願いいたします。あと、Twitter、インスタ、グッズ販売等も行っておりますので、概要欄の方を確認お願いいたします。本日の、タカの、一言、2022年も、よろしく奈良コミ、うい、次回の動画でお会いしましょう。バイ。